日は、肘だったり四肢を揃えた押し方だったりといったちょっと普段と違うバリエーションを、多めにやっていきたいと思います。広い面積を当てることによって凝りがきつくてポイントで押せない方も気持ちよく受けていただくことができます。そういった押し方以外にも甲打法ですね、表面を叩くやり方でやると痛くなく満足感を得ていただくことができます。ここを使いますね。重いというか、はい、うん、あ、なんか痛いんで、すごいそこのあたりがすごく緩和される感じが。ももの表側のストレッチも兼ねています。膝が腰痛のツボでもありますので、足が痛い方は膝裏もしっかりと処置しておくと効果があります。この手形のこの左側の方ですねを使って押します。どうですか？そうですね、ちょっと、はい、痛いですか、ね、痛いぐらいですか、うん、はい、すごい腰が座ってなってますんで、はい、なんかそうですね、うん、マッサージはすごいあったかいですね、やっぱり、もう膝裏もそうだけど、やった後、はい、腰が温まるような感じが、あ、はいはいはい、しました。
いかな。これぐらいが楽です、うん、これぐらいがいいですね、うん、そうですね、うん、ちょっとこういう感じちょっとね、はい、ガチガチなんですね。ガチガチですよね。悪いなと思ってたんですけど、うん、でも、なんか気持ちいいですね。ね、麺だから。ちょっと痛いですか？ああ、そうですね。筋肉もりもりな感じが。この辺、コリコリって感じ。もう痛そう。運動だったら楽ですか？
ってきたなって思って、これで引き足きつくなってきて、こっちにいたの正直にはなってしまう。とか目の疲れにはこういったストレッチも有効です。そうですね。うん、痛い。うん、基本的にこのアイホールですね、眼下に沿ってあまり強く押しすぎないことが大事なんですけれども、うん、目の下、黒目の下の部分ですね、視白というツボがあります。痛すぎる。それからの目尻ですね、太陽というツボです。この髪、こっちは眉の上ですね、少し引っ掛けるようにしてしますね。ドライアイにも効果があります。体に余計な力が入っているとここが非常に痛いんですね。でもここも硬いのもみんな原因は一緒。痛いんですよ。もう我慢できないぐらい。でもさっきよりここ痛くないですね。これさっきよりそこはね、はいはい、顔は変わらず痛い。顔はすごいです。無理こっちの方が楽ですか。楽。ああそうなんですね、うん、結構じゃあちょっと偏った使い方もしちゃってるんですかね。それはないわ君。すごい態度やね。わかんないね。足蹴り顔面。できたんで、うん、だから目を酷使してストレスが溜まっていると、うん、痛いI don't know.
みたいな。自律神経にも乱れが出ていることが非常に多いので、ここもツボになりますね。肩や背中の方を叩いていきますね。疲れ様です。